韓国のパククネ大統領は19日、2016リオデジャネイロ五輪で銅メダルを獲得したバドミントン女子ダブルスチームとテコンドー男子68キロ級イデフン選手に祝電を送り激励した。僕大統領はこの日、チョンギョンウン、シンスンチャンで構成されたバドミントン女子ダブルスチームに、最後の戦いの瞬間まで諦めず、 最善を尽くした選手たちのおかげで国民は今回の五輪でバドミントン種目初メダルを獲得する喜びを享受することができたと唱えた。続けて、ロンドン五輪の悔しさを克服し、最高の愛称で大韓民国に価値あるプレゼントをしてくれたバドミントン女子ダブルスチーム選手たちが誇らしいと付け加えた。また僕大統領は、 勝敗を超え、相手選手に拍手を送るイデフン選手の素敵な姿は韓国国民に深い感動を与えたと述べた。さらに、心から五輪の舞台を楽しみながら全世界に正々堂々としたテコンドー精神を示してくれたイ選手は大韓民国テコンドーの誇りと評価した。